ようこそ皇室ラボへ。愛子様のお婿様候補について村上天皇の血を引くと報じられました。しかしお相手を急いで決めるべきではないという声もあります。今回のニュースから何を考えるべきでしょうか。愛子様のお名前を聞くと自然と皆が温かな気持ちになるのは愛子様の優雅で美しい姿勢と品格がそうさせるのでしょうか。皇室という厳かな背景にありながら常に穏やかで誠実な笑顔を見せ親しみやすい雰囲気を醸し出しています。私たちは最近の愛子様の成長から学ぶことが多く愛子様の存在が心の支えになっているのかもしれません。今回の動画ではそんな愛子様のお相手についての報道、この報道には政治家までが反応しているようですが、それでは早速見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。もし事実なら皇室の持続的安寧のためには正しく吉報に違いない。静かに見守らせていただこうと思う。自民党の長島衆議院議員がこのようなツイートを投稿して波紋が広がっています。そのツイートが公開されたのは3月8日のことでした。皇室担当記者は以下のように説明しています。長島氏は皇位は男系継承が古来例外なく維持されてきたのであって女系に道を開くようなことは厳格かつ慎重に避けられてきましたなどと発信してきたように皇統の男系維持を主張する保守派の政治家です。長島氏が吉報と呼んでいるのはデイリー新潮が3月8日に配信した記事の内容のことと思われます。その記事の見出しは愛子さまと新たな交流が始まった2人の兄弟とは旧宮家の好青年の素顔とするもの。旧宮家加谷家の兄弟2人と愛子さまの交流が始まっているという内容で、とりわけ弟さんは愛子さまと4歳しか違わず年代が近いこともあってことのほかお話が盛り上がり最近も御所で面会していたというのですといった皇室ジャーナリストのコメントも記載されているそう。同じ内容の記事が週刊新潮にも掲載されており、また最近は他の週刊誌も27歳と25歳だと伝えられている加谷家の兄弟と愛子さまの関係をクローズアップしています。兄弟の父加谷正則氏は天皇陛下とは学習院初等科から大学までの同級生、つまり友人の子供同士というご縁ですが、なぜ長島議員をはじめとした男系論者たちは愛子さまと旧宮家の男系男子との結婚を強く望んでいるのでしょうか。静岡福祉大学名誉教授の小田部氏は次のように語っています。男系論者たちは旧宮家の功績復帰を主張してきました。旧宮家が功績を離脱したのは75年も前のことであり、一般人として生活していた男性が皇族になることに賛成できない国民も多いのです。しかし加谷家の男子と愛子さまが結婚すれば以降は他の旧宮家の復帰の足がかりともなります。復帰を望んでいる旧宮家の勢力とスクラムを組み愛子さまの人気に便乗して男系維持を強固なものにしようとする男系論者たちの意図がはっきりと見えます。もし結婚が実現しても政治的思惑が絡んだ結婚という印象を国民に与えてしまうでしょうとするもの。さらに宮内庁関係者は高まり続ける愛子さま人気と小室眞子さんの結婚問題の余波についても指摘、適齢期の皇族のご結婚相手が取り沙汰されるのは何十年も前から変わりませんが、愛子さまが聡明で気品のある女性に成長されたことがさらに関心を高めていると言えます。また宮内庁内や皇室の周辺には眞子さん結婚問題への反省も強く残っています。秋篠宮さまはお相手選びを完全に眞子さんに任せ、小室さんと交際が始まった後も
宮内庁職員に小室さんの家庭事情について調べさせませんでした。その後、小室家にまつわる様々なトラブルが明らかになったことも記憶に新しいです。こうした経緯から天皇陛下も愛子さまに交際相手ができた際には侍従職などと相談し、どう対応すべきか検討されるでしょう。一方で皇室の周辺では、今度こそ内親王にふさわしいお相手をと、お婿様探しの機運が高まっているのですとのこと。具体的には旧華族の親睦団体である霞会館も周辺の一つだといいます。昭和の頃ですが、女性皇族のご結婚相手のリストアップのために宮内庁旧務課の課長が霞会館の会員名簿を広げてチェックしていた姿を目撃したこともあります。霞会館の歴代事務局長は宮内庁の課長経験者が務めています。情報の宝庫であることは間違いありません。また旧華族出身者の中には、あの家には年頃のお子さんがいるといったことに詳しい人もいるのですとする宮内庁関係者。そしてある霞会館の関係者は次のように証言しています。愛子さまのお相手については霞会館内でも、どなたなら務まるのかとかなり真剣に検討が続けられています。以前には幕末に活躍した大名島津久光の流れを組む玉座利島漬のお子さんのお名前が挙がったことがありました。学習院ご出身で、愛子さまより9歳年上、温和なお人柄との評判でしたとするもの。加谷家の兄は早稲田大学政治経済学部卒業、弟も同大学の理工学部卒業ですが、二人とも高等科までは学習院に通っていたという。教育環境という共通点があり、皇族という存在を幼少期から知る機会もあるため、学習院出身者がお相手候補として訴状に上ることは多いのだそう。内親王や親王がご誕生すると、学習院関係者の間で釣り合いの取れた年齢のお子さんがいるご家庭が注目されるのです。しかし例外がないわけではなく、現在霞会館関係者の間で有力候補と目されている華道家元池の坊千栄さんのお孫さんである S さんは学習院には通ったことがありません。それにもかかわらず、なぜ注目されているかといえば、異例の学歴も理由の一つです。皇室史上で最も優秀な内親王とも言われている愛子さまのお相手として見劣りしないものですと話す霞会館関係者。 S さんは現在31歳、華道界のプリンスと目されており、写真家としても活動中。そして慶応義塾大学理工学部に入学後、再受験により文系最難関とされる東京大学法学部に入学卒業したという経歴の持ち主。文理両道であり、優しげな顔立ちのイケメンです。本人がハイスペックであるだけではなく、名家の出身ということで天皇家とも接点があるのです。 S さんの祖母はかつて文部科学副大臣を務めた池坊安子氏。安子氏の父は子爵で、家系を遡れば平安時代の村上天皇に突き当たります。また安子さんの母は香淳皇后の十妹と天皇家のご親戚です。 S さんは今注目されている旧宮家男子ではありませんが、逆に交際や結婚に関して男系維持派の政治家たちの思惑を意に介する必要もないと言えます。また池坊の関係者によれば、 S さんの叔母池坊美香さんも天皇陛下が独身でいらした頃、語学友たちとの内輪のパーティーに参加したり、陛下とテニスの混合ダブルスでペアを組んだりもしたご縁があるのです。 S さん本人は天皇皇后両陛下や愛子さまにお目にかかったことはあるのか、またお婿様候補として注目されていることは認識しているのか、
それらを確認するために池坊花道会事業部に質問状を送ったところ、担当者は関係部署と調整してご連絡しますなどと話していたが、締め切りまでに回答を得ることはできなかったそう。しかし前室の池坊の関係者は次のようにも、 S さんのご祖父母をはじめそのご家族は皇室への強い敬愛の念をお持ちで、お役に立てることがあれば何なりとというご姿勢なのは間違いありませんとするもの、今の愛子さまへの国民の期待を鑑みれば、そのお相手への興味関心がますます高まっていくことは想像に難くありません。愛子さまご自身は昨年3月の会見でこう語られていました。理想のお相手については特別これといったものはございませんが、一緒にいてお互いが笑顔になれるような関係が理想的ではないかと考えております。新型感染症対策のためこの3年間オンラインで授業を受けていた愛子さまだが、4月からは学習院のキャンパスに通われるとされています。運命のお相手はささやかれてきたお婿様候補の中にいるのか、それともこれから出会われるのか、今は未来がはっきりと見えない、まるで春霞のような状態かもしれませんが、愛子さまには大学生活最後の1年間を存分に楽しんでいただきたいですね。いかがだったでしょうか。愛子さまの人気が高まるにつれ、お婿さま候補に関する記事が増えるのは必然かもしれません。しかし、お相手を急いで決めるべきではないとの声もあるように、最終的な決定権は愛子さま自身にあることを忘れてはなりません。彼女の幸せが何よりも優先されるべきなのですから。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対して、いいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回、またお会いしましょう。